俺はファンクレボーズのブチゴリスです、だいぶ久々になりますが、今回はミックス CD の紹介になります。全然 YouTube やってなかったんですけど、ここ最近出た中で、自分の中でもう10年ぶりぐらいですかねに衝撃受けたミックス CD がちょうど発売されて、それがこの DJ タパのスタンドインザレインっていうミックスなんですけど、もうマジでこれやばいっすね。ここまで作り込まれたミックスっていうのは本当久々にできたんで、初めて聞いた時マジで衝撃受けたっすね。十何年前の G ラップ全盛期によくみんなが作ってた、作り込まれたミックス CD ってやつですかね。本当に、まあ、現場一発撮りっていうのももちろんいいんですけど、自分の中ではやっぱりミックス CD ってミックス CD でしかできないことをやるっていうのが面白いことだと思ってるんで、それの良さっていうのはもうにじみ出てるっすね。マジでこれも最初から最後まですげえいいミックスなんで、ちょっとこれをどうしても紹介したくて、今回 YouTube でちょっとやってみました。これはまだ今普通に発売されてるんで、ぜひぜひ聴いてみてください。今までみたいにいいとこの3つっすね。紹介。これほんと3つだけじゃ済まないぐらいミックスなんですよね。なんて言えばいいのかな。これの肝ってやっぱり、ボリュームもめちゃくちゃすごいんですよ。ボリュームの統一感ってやつですかね。まあ、サウス、ベイ、シンプ、キューフ、ソウルファンク、まだ全部入ってるんですけど、その音量、その音感っていうんですかね、が全部統一されてるんで、もうマスタリングの凄さでもあるんですけど、その前のミックスのバランスの良さっていうのがめちゃくちゃ出てるっすね。これ本当に良すぎて、タパさん、埼玉の方なんですけど、自分と同い年で、自分も一回千葉のイベントに呼んでもらった時に一緒に共演して、その時に話して、まあ、同い年ですね、みたいな。そんなに深いがっつり話はしなかったんですけど、この前、ちょっとこれのミックスでいろいろ聞きたいことがあったんで、お電話して、いろいろ話したら、めちゃくちゃ熱い方で、まあ、その中でも聞いたんですけど、これはミックスは CD で作られてる。CDJ ですね。で、このクオリティかと思って、自分、まあ、パソコンでやってるのかなと思ったんですけど、CDJ でやって、ボリューム感も合わさって、で、面白いアイディア、技も使って、マジで時間かかったんだろうなと思って、どれぐらいかかったのかっていうと、3年って言われてたんで、納得できるっていう、ほんとすげえミックスですね、これ。一生聴けるだろうなと思ったっす。もちろん、ピッチも結構幅広く変えてるんですけど、それがまた良くて、あ、こんなプラス、10とかしてもかっこいいみたいなのがよくわかるミックスっすね。で、な、もうこの1枚に出たグルーヴ感。まあ、このレインっていう、まあ、雨っていうのも結構そのタイトルにもいろいろこだわりがあって、まあ、これは自分から言うことではないんで、まあ、話は聞いたんですけど、もうそれもすごい、あ、そこまでこだわって作ってるんだ。なんかもう SNS とかで、まあ、タッパさんと、まあ、今後書いていこうみたいな感じで言われてたんで、そういうタイトルの意味とか、ミックスの内容とかも詳しく書かれていくと思うんで、それもぜひ、ちょっと SNS、まあ、インスタっすね、チェックして見てみてください。もう本当、あ、半端ないこだわりでできてんなと思って。まあ、僕、ここでも聞いてたんですけど、やっぱり、ミックスの中でも、無音になってるところとかもあるんですよ、もちろん。無音っていうか、ビートがない。ビートがないけど、なんかこう、ちょっと、こう、残響音で、次の音流れるみたいな感じの音があるんですけど、そこでもちゃんと、テンポでやってるんですよね。これちょっと、もう、これだけちょっと聞いてもらいたいんですけど、このテンポ、そのドラムの音とか、その音は鳴ってないけど、やっぱり人ってこのテンポで聴き続けるんですよね。で、ちゃんとこのテンポで維持して次の曲がドンって始まるっていう、ここのマジめっちゃ細かいんですけど、ここでやっぱりこのミックス全体のグルーヴとか変わってきたりはすると思うんですよね。ここでわざとわざとっていうわけでもないけど、多分気にせずテンポ気にせずポンって入れたりすると、ミックス CD 全体の流れも崩れていくと思う。でもそこで、ああ、やっぱすげえと思ったっす。ここ
こはめちゃくちゃ大事だと思うんですね。まあ、いろんなミックスでも無音の時はあるんで、ちゃんとテンポを取ってるのかっていうのでグルーブが全然1枚変わると僕は思ってるんで、まあ、ここは、まあ、一瞬だったんですけど、そういうなんかほんと細かいとこ、切り方もそうですし、イコライジングの使い方、もう全部完璧すぎるですね。その中でも自分が衝撃を受けた3つのミックスポイントですねを紹介していくんで、ぜひ聴いてください。自分が大好きなミックスのポイントですね、3つ今回も紹介します。まず1つ目がサンズ・オブ・ファンクの I Got The Funk に G ローの I Hate You Bitch をつなぐんですけど、これが、まあ、つなぎももちろんなんですけど、つないだ後の I Hate You Bitch、 これ、そのまま流すんじゃなくて、インストにこの H Town Quick Mix って書いてあるんですけど、まあ、この H Town で ESG、ロニスペンサー、ネバダイの曲をサビの、曲をかぶせていってるんですよね。トン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 、ほんとクイックミックスでやってるんですけど、そこがめちゃくちゃ面白くて、使いどころもうわこれ楽しい、これはやっぱりミックス CD でしか聴けないミックスになってるんで、これぜひ聴いてもらえたらと思います。まあ、全部ちょっとフルで流すとめちゃくちゃ長いんで、まあ、途中で切るんですけど、これはぜひ買って聴いてみてください。どうぞ。完璧すぎるな、この、まあ、流れで使っていくっていうのもいいし、まあ、ここももちろんなんか話聞いていろんな意味があってこれをやってるんで、そこも面白いですね。いやこれはぜひ聞いてもらいたい。自分がそういうクイックミックスが大好きなんで、ああ面白いと思う。しかもこれ全部 CDJ でやってて、まあ、ちゃんとイコライジングで低音と、高音を消して、そのボーカルだけをこう強調させるように調整してミックスもされてるんで、そこもすごくいいっす。マジで。以上ですね。で、二つ目のミックスの好きなポイントですね。が、ロンドンドラッグスのインザレインから、エクセル・ミドルトンの626シンス、It Was 818っていう曲なんですけど、これが、このエクセル・ミドルトンの曲がめちゃくちゃ肝になってるんですよね。まあ、これそれまでちょっと、メロ系で来て、この XL だけちょっと爽やかメロに行ってるんですよ、この曲だけで。またちょっと哀愁に戻るんですけど、その次のジョニー・ギルの曲ですね。これのなんていうのかな、普通こう曲変わったらまたその爽やかメロに行くかなと思ったけど、行かなくて、またそのままこのミックス全体のグルーヴを作ってる哀愁メロに戻っていくっていうので、なんていうのかな、めちゃくちゃいい調味料になってるのかな。このこれ XL がアルトナイトじゃ全然絶対違うっすね。これがあることによって、そのなんだろうな、全体のグルーヴが良くなるのかな。普通はちょっと全部哀愁で行った方が統一感あるんですよ。ですし、これ入れることによって、まあ他のミックスとかでもいやこれいらんやろっていうのはあるんですけど、これは絶対これがあることによって他も生きるし、この曲がめちゃくちゃかっこよく聞こえるんですよ。マジで俺これうわめっちゃかっこいいと思ったすの。なんでこんなかっこよく使えるんだろうって、これ結構衝撃したね。初めて聞いた時に これ絶対肝だよなと思って、これがあるとないとじゃやっぱりミックス全体の流れも違うし、いやマジもうなんか言葉で表現できんけど、すげえいいポイントだと思います。ぜひこれは、まあ、ここだけで聞くと普通、まあ普通
ってわけじゃないですけど、ミックス、まあ、つなぎもすごいんですよ。この X のつなぎの前に、その XL ミロイドの Only You っていう、このアルバムに入ってる曲のインタルもスキットを持ってきてるんですよね。それをちょっとやってポンチ変えるっていう、もうなんかね、もう変態だなっていうレベルですね、これはマジで。僕も気づかなかったんですけど、言われて、あ、本当だ、マジなんか入ってるみたいな。これはマジやばいっす。ぜひ聴いてください。And we say it's a beautiful day to keep all my all-time favorite catty music to replay. I sold the room a long time ago. Yeah, マジ、なんちゅうんだろうな、本当に。もう曲の良さが最大限に生かされてるんですかね。これはマジで、マジでやばいっす。まあ、こう聞いてただけでも分かると思うんですけど、そのネタを結構、まあ、表記されてないんですけど、ネタ使ってる曲の元ネタとかを結構入れてきてるんですよ。まあ、シークレットトラックみたいな感じで。そこもまた面白い。本当に。あ、それがまた自然とその、よく聞かないと分からないぐらい混ぜ込まれてるんで、あ、これも入ってるみたいな感じになるんですよね。もう何なんだろうなっていうレベルだと思うんですね。これは本当に。で、この最後の3つ目ですね。もう、これもまた、もう、ぶっ飛んでるっすね。グレン・ジョーンズの Show Me、アイスキューブとかも使ってるネタなんですけど、に、フィル・シー・リッチの Show Me。これもネタ使いで言ってるんですけど、単なるネタ使いじゃなくて、まあ、タパミックスって書いてあるんですけど、これも、もう、やばい。なんて言えばいいのかな。とりあえず聞いてみてください。Give me a minute while I reminisce from yesterday. What a miss yesterday. Playing with my friends, we didn't have no plans. But we had so much more. Even realized we were more, yeah. What a miss yesterday. Playing with my friends, we didn't have no plans. But we had so much more. てな感じでロングミックスからまず入ってインストですね。前の曲 K-MAX なんですけどにロングミックスから行ってつないで、でアイスキューブアンティルウィーリッチの喋りの部分をかぶして、でそこからグレン・ジョーンズのショーミー早回しで使って、それを入れて、でそこからフィリシー・リッチの照明に行くみたいな感じになってるんですけど、もうその流れがめちゃくちゃ良くて、照明も結構下げてるんですけど、テンポですね、あ、上げてるのか、上げてるけど使えるみたいな感じになってるんですよね。これはマジで最強だと思います。まあそれ以外にも本当にもうなんだろうな、もうこれはマジで聴いてもらいたいですね。もうクラシック確定なミックスだと思うんで、ぜひDJ タパ、スタンドインザレイン、聴いてください。マジでいいミックスです。まあなんか次ももう、いろいろ考えてるみたいなんで、そっちもめちゃくちゃ楽しみですね。一回、うちも入荷して、もうすぐ売り切れて、またちょっと再入荷したんで、それもぜひ、受け取ってください。マジでおすすめなんで。以上です。